オリックスの中心選手としてイチローと共に主軸を担い日本一を経験、メジャーでは2度の世界一に輝くなど素晴らしい実績を持つ田口壮。しかしながらこれらの栄光の裏には田口が抱えていた葛藤や苦難など私たちファンが知らなかった別の人生があったのです。今回はそんな田口の野球人生について振り返っていきたいと思います。当時3歳だった田口は社会人野球チームの外野手として活躍していた父の影響で2歳年上の兄と共に野球を始めると、小学生時代にはソフトボールチームに所属しました。当時のポジションはショートで多数の大会で優勝を手にしていたそうです。また小学3年生の頃には作文に夢はプロ野球選手と書き記すほど野球に情熱を注いでいました。中学時代には軟式野球部に所属しましたが、目立った成績は残せなかったため推薦入試を受験するわけでもなく、一般受験を受け甲子園出場経験はゼロの地元の公立校西宮北高校に進学しました。この西宮北高校は標高300メートルの場所にあるため、毎日家から8キロの道のりを40分かけて走り通学していたそうです。今思えば現役時代に外野守備で見せた広い守備範囲はこの頃のダッシュが原点だったのかもしれません。高校進学後は当時3年生のレギュラー選手が怪我をした影響で1年の夏の大会から出場を果たします。しかしながら本来ショートが本職であるにもかかわらず、チーム事情からファーストの守備位置についた田口はランナー3塁の場面で平凡なファーストゴロをトンネル、その間に失った1点が決勝点となりチームは敗退しました。後に当時の3年生からはお前のせいで人生変わったぞと冗談半分でいじられたそうです。そんな田口ですが、高校2年になるとひょんなきっかけでプロのスカウトから注目されることになります。当時の野球部の部長が居酒屋で飲んでいた際に、そこにたまたま居合わせた日本ハムのスカウトに対し、うちの田口はいいから一回見に来いと声をかけたことがきっかけとなり、田口の名が少しずつ世に発信されるようになりました。自身でも肩の強さと足の速さには自信を持っており、小学生時代に行われたソフトボール投げの記録会では常に市内で上位につけ、高校1年次のスポーツテストでは運動靴にもかかわらず50メートル走で5秒9の記録を出し、陸上部の先生からも驚かれたそうです。その後田口が高校3年になる頃には直接的な誘いはなかったものの、何人ものスカウトが田口に熱視線を送るようになっていました。またドラフト前には阪急ブレーブスと阪神タイガースから2位で指名するという話もあったそうです。当然田口自身もプロ入りへ心を奪われていきましたが、その高ぶる気持ちを冷静に諭したのが田口の父です。プロに入ってダメだったらどうするんだ、プロはそんな簡単な世界じゃないんだ、学歴も大切だから大学に行ってからにしなさい。父に言われたその一言で現実に戻った田口は、自身を評価してくれている2人のスカウトに対しこんなことを尋ねました。正直に話してください。西宮北高校の出身ですけれども、そんな選手がプロ野球界に入ってまともにやっていけますか。すると2人のスカウトからは同じ返答があったそうです。大学に行くのは一つの手だ。この言葉は今の実力でもプロで成功するかもしれない、しかしながら田口自身がそのような一抹の不安を抱いているのであれば、大学というステップを踏んで現時点では2位指名という評価だけれども、大学卒業時には1位で指名されるほどの力をつけてきなさいというスカウトの親心でもありました。そんな経緯もあり、高校からのプロ入りは諦め、関西学生野球連盟に所属する関西学院大学へと進学した田口は、この4年間で飛躍的な進化を遂げるのでした。大学1年生の春のリーグ戦から試合に出場し、ベスト9を獲得する活躍を見せると、秋には MVP を獲得。大学4年間での通算成績は101試合に出場し376打数123安打、打率3割2分7厘、ホームラン10本、46打点という記録を残し、首位打者1回、最優秀選手1回、ベスト9 4回をそれぞれ受賞するなど輝かしい成績を収めました。ちなみに通算123安打は関西学生野球連盟で未だ破られることのない最多安打数となっています。田口がここまでの成績を残せた理由は、他の選手とは異なる球筋の見え方にありました。田口自身は一度投手と対峙すれば、その投手の球筋は大体覚えることができるといい、あとはその球筋に対してバットをどう入れるか、バットの出し方、打球の上がり方、引っかかり方ということをただひたすら研究するのだそうです。家に帰ってからも素振りを行い、その際には必ず相手が投げてくる球のイメージをして、この球に対してこうやって打ったら打球がどこに飛ぶんだということを考えていたといいます。このような田口の想像力や洞察力が大学での活躍や、その後のプロ野球の世界で長年にわたり一線に身を置いて戦えたことにつながっていたのかもしれません。昔から自信のあった肩の強さと足の速さに加え、
打撃に関しても着々と力をつけていき、田口はドラフト1位指名されるべき選手として周りからも認められるようになったのです。ただ有名になればなるほど自身の一挙手一投足に注目が集まるようになり、ドラフト前には当時暗黒時代真っ只中であった阪神タイガースが田口の1位指名を検討しているとの情報が出ると、田口は入団拒否の姿勢を示すために声明を発表しますが、これが後に阪神に行きたくない10か条として大々的に取り上げられることになりました。そんな経緯もあり迎えたドラフト当日には阪神からの指名はなく、オリックスブルーウェーブと日本ハムファイターズから1位指名を受け、見事に抽選を引き当てたオリックスへの入団が決まりました。高校時代には2評価だった男が自身の力で1位指名される選手へと駆け上がったのです。ここまでは思い描いた通りのストーリーだった田口ですが、プロ入り後はそれまで経験したことのなかった挫折を味わうことになります。1年目のキャンプ初日に当時の監督の土井から、投げ方に癖があるから長く野球をやるために直そうということを言われ、投げ方について指導を受けることになった田口ですが、徐々に自身の投げる感覚がわからなくなっていき、しまいには足と手の動作が全く噛み合わなくなったそうです。田口はイップスを発症したのです。大学時代まで直接的に技術指導を受けたことはなく、監督からもらうヒントを自分で考えて練習する習慣となっていた田口にとっては、プロになり打撃や守備について手取り足取り指導される状況に馴染めず、このようなことがイップス発症につながってしまったのかもしれません。入団1年目となった開幕戦では9番ショートで先発出場の機会をつかんだ田口でしたが、この試合でも一塁への送球がそれるなど、イップスの影響は甚大で、田口曰くどう投げていいかわからなくなってしまったといいます。そんな田口に転機が訪れたのが1994年、新たにオリックスの監督に就任した仰木彬との出会いでした。早急には難がありましたが、守備の範囲の広さは抜群だった田口を見て、仰木は外野へのコンバートを指示します。内野とは違い、体全体を使って早急する外野というポジションで、田口の早急難は徐々に解消されていき、結果的にこのコンバートがきっかけでベストナイン1回、ゴールデングラブ賞5回を獲得する、まさに日本を代表する外野手へとつながっていきました。また田口の外野挑戦は打撃にもいい影響を及ぼすことになります。外野挑戦1年目となった1994年、この年は規定打席には届かなかったものの、過去2年間で最多の108試合に出場し、打率3割飛んで7人を記録しました。この年を皮切りに外野手としてのレギュラーを獲得すると、阪神大震災が発生した翌1995年には、頑張ろう神戸の合言葉をモットーに田口自身初となる全130試合に出場し、9本塁打61打点を記録し、オリックスになってからは初めてとなるリーグ優勝に貢献しました。続く96年には打率2割7分9厘7本塁打44打点の活躍で2年連続となるリーグ優勝に加え、巨人との戦いを制し日本一にも貢献しました。またこのシーズンの後半からはイチローと入れ替わる形で一番打者として固定されました。97年には全135試合に出場し、打率2割7分9厘ホームラン10本と自身初となる2桁本塁打を記録。また守備についても17個の捕殺を記録するなど、攻守にわたる活躍が目立ちました。ちなみに1シーズンで捕殺17という記録は1990年以降では歴代2位につける記録となっています。その後2002年からは活躍の場をメジャーリーグへと移した田口はセントルイスカージナルスと契約。開幕のロースターからは外れたものの、6月にオリックス時代の同僚イチローが在籍するシアトルマリナーズ戦に9番センターで出場し、晴れてメジャーデビューを果たしたのです。しかしながら結果は3打席とも内野ゴロに倒れるなど、快音を響かせることはできませんでした。その後3試合に出場するもヒットを記録できず、マイナー降格を言い渡されてしまいます。シーズン終盤の9月、対カブス戦でメジャーに再昇格し、2回に代打で出場すると見事にライト前に弾き返すメジャー初安打をマークしました。この試合を含めて9月は15試合で11打数6安打の打率5割4分5厘と好調をキープし、メジャー1年目はトリプル A だけでなくダブル A でもプレーするなど、マイナー暮らしが長かった田口ですが、メジャーでの成績は19試合に出場し15打数6安打の打率4割という素晴らしいものでした。迎えた2年目の2003年にはオープン戦でもそれなりの結果を出していたにもかかわらず、開幕5時間前にロースターの25人から外され、トリプル A での開幕を余儀なくされました。その後もメジャーとマイナーを行ったり来たりしましたが、メジャー初本塁打を放つなどの活躍を見せ、得点圏打率3割5分7厘と結果を残すことに成功します。その後2004年は109試合、2005年には143試合に出場するなど、着々と自身の地位を高めていった田口が一躍脚光を浴びたのが2006年シーズン。この年カージナルスはワールドシリーズ優勝を果たしますが、
田口の活躍が目立ったのはワールドシリーズ第4戦。この試合で田口は大役を成し遂げることになります。1点ビハインドの7回裏に代打で登場した田口はノーアウト2塁の場面で送りバントを命じられます。ミスの許されない場面でしたが、田口は見事にバントを決め、相手のエラーで出塁すると自ら逆転のホームを踏み、カージナルスの大手に貢献しました。次の第5戦では8番レフトで先発出場すると、チームは見事に勝利を収め、ワールドシリーズ優勝が決まった瞬間、フィールドに立っていた初の日本人選手となりました。その後2008年からはフィリーズに移籍。チームはワールドシリーズ出場を果たすと、見事に28年ぶりの世界一に輝きました。シリーズを通じて出番がなかった田口でしたが、カージナルス時代の2006年に続き、自身2個目のチャンピオンリングを獲得したのです。その後はカブスを経てオリックスへ復帰を果たすと、2012年シーズンまでプレーをし、引退しました。田口の野球人生はまさに雑草魂と呼ぶにふさわしいものだったのではないでしょうか。逆境に立たされても決して腐ることなく、ただひたすらに努力を続けた田口。メジャー時代には便利屋としての役割を見事なまでに成し遂げました。日米通算成績は1894試合に出場し、打率2割7分7厘、ホームラン89本、打点592。特筆する数字ではないかもしれませんが、成績以上に人の記憶に残る選手だったのではないでしょうか。今後は指導者として自身のような誰からも愛される選手の育成に期待したいところですね。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。